黒井駅は、熊本県甲子主屋にある、熊本電気鉄道菊池線の駅である。駅番号は、KD16、西側から撮影。手前は、駐輪場島式ホーム一面二線の、地上駅である。かつては、駅舎が存在した、有人駅で当駅折り返しの定期列車や、車両の夜間停泊が設定され、鉄道小荷物の取り扱いも行われていたが、 小荷物取り扱いは1984年で廃止され、車両の夜間停泊も1987年に夜間留置車両の一層による車両衝突事故の発生を契機に廃止され、駅自体も1988年に無人化された。無人化の際に折り返し列車も廃止されている。無人化後も駅舎が残り、熊本電鉄観光の業務委託駅として社員が、 駅の管理をしたり駅舎で定期券や回数券の販売を行っていたが2001年に新駅に移設した際に売り場が廃止された現在の新駅は駅舎はなく完全な無人駅である駅前には熊本電鉄の黒い変電所もあるかつて当駅折り返し列車が設定されていた時期があったため一番線乗り場の北熊本側に出発信号機が設けられており 非常時は、北熊本方面への折り返し運転が可能である。IC カード読み取り機はホームに設置。三好、菊池方面、熊本市内方面。ありがとうございます。